りゃ残念。そちらのお二方は覚えてくれていると思ったのに。どこかで会ったことあるか？待て、すまん。少し考えさせてくれ。おい、俺がナンパした中にこんな子いたか？くっそ、顔すら覚えてねえのが知られたら八つ裂きにされるぞ。レディ、すみません。ただここであなたに会えるとは思っていなかったので。ご覧の通り、私たちは初めてここに来た身。この光景に少々驚いてしまいまして。改めて以前の救済に礼を言うわ。初めて来たのなら驚くのも無理ないわね。あなたたちは商人にも信者にも見えないし、ここへの降り立ち方も実に独特だったわ。祝典において極めて珍しい来賓客ね。ああ、しょっくら道を間違えてな。ああして無様な姿を晒しちまったってわけだ。なんて可愛い子たちなのかしら。それじゃあイルミナシオンの招待状を見せてくださる？なんて顔してるの。招待状なんてないわ。ただの冗談よ。そんなに緊張しないで。埃をかぶった規則には興味がないの。顧客がいる場所に商売あり。私にとっては金を払う相手が誰であろうと関係ないわ。あなたたちの無知は私にとって絶好の勝機なのよ。けれど一応の礼節として主催者に来賓客の到着を知らせないと。きっと相当の報酬をくれることでしょう。なんて悩ましいのかしら。ああ、悩ましい。何よ。あなたたち鴻上戦火の一枚もないとか言わないでしょうね。節約家のマチルダは計画外の出費なんて許さないんだからね。もちろん取引の代価は他のものでもいいのよ。そこの方ずいぶんいいものを背負っているのね。それに加えてその手のタコ。丁寧に包んでよほど中身を知られたくないようね。でもそれは隠しきれる代物じゃないわ。持ち出したからにはここでお披露目してもいいんじゃないのかしら。そのせいだろう。これは別にそんな大したものじゃねえよ。わかったわよ。仕方ないわね。このマチルダ様が出すわ。この水晶のお飾り、あらあら、とん
でもない方からお立ちをいただいてしまったようだわ。ミス・ベリル・ブアニッシュ、可愛い娘さんを持ったのね。ということはこの子たち面白い展開になってきたわね。さっきから何をボソボソ言ってるのよ。このマチルダからの贈り物を受け取ったからにはちゃんと有力な情報を提供しなさい。おい待て、どこに行くつもりだ。まだ何も聞いてないぞ。いいえ、聞かずともわかるわ。賢い商人は顧客よりも顧客が求めるものに詳しいのよ。あなたたちのお友達はこの時をずっと待ちわびていたわ。一つ忠告してあげる。祭壇にはあまり近づかない方がいいわよ。おい、なんだあれは。あれは子を失ったマダム・グローリアではありませんか。とっくに故郷に戻ったとばかり思っていたのですが、まさかこんなところにいたなんて。いや、彼女だけじゃねえ。郊外トレーラーの芸術家たちも家出して切符代を貯めてた。例の詐欺を生業とする人間占い師キャスター、行方不明になってた奴らが全員ここにいる。どうしてこんなところにいるのですか、マダム。ミスターパイオニア、お久しぶりね。なんて喜ばしい夜なの。どうぞ座ってちょうだい。この子を見てちょうだい、ミスターパイオニア。彼をこの世にとどめるために何度も泣きながらお祈りをしたわ。そうしたら受難者が私の信仰に応えてこの子をあの死の川から連れ戻してくれたのよ。マダム・グローリア、それがただの枝で編んだ人形だとわからないのですか。それ以上近寄ってはダメよ、ミスターパイオニア。呼び覚ますのは無理だわ。その人たちはとっくに我を失ってる。辺りを見渡せばわかるわ。祭壇で幻覚を見せるお香が焚かれてる。口と鼻を塞いでここを離れるのよ。彼らは完全に囚われてるわ。ひとまず撤退してから彼らを救う方法を考えましょう。チェー、聞いてる？何突っ立ってるの？早く行かないと。
お前たち、なぜ他人の狂気を邪魔するんだ。想像しい奴め、彼が受難者のお恵みを享受しているのが見えないのか。まずいわ、ジェ、ジェ。ことになったわ。ちょっとジェイ、聞いてるの？何ぼーっとしてるのよ。早く逃げないと。アウリナなのか。手のひらで両目を覆い、気絶と快楽を抗議、受難者の唯一を担当せよ。遅いよお兄ちゃん。至高なる霊、魂の本質を呼び起こさんとし、唯一なる故郷エリシオ。